はい、おっちゃんです。ドリームキャスト版桜大戦2、遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。スタート。開始。システムファイルを読み込みました。というわけで、第1話からやっていきたいと思います。ちなみにドリームキャスト版桜大戦2、見えるかなね。ドリームキャスト版のソフトがね、ドリームキャストのソフトが今中古で値上がってるからそこそこな値段したんですけどね、2はね。やっていきたいと思います。第1話、ナウローディング。はい、というわけで1話、何が起きるのかな。導入の部分ですからね。お、誰だ。ちなみに桜大戦1の方はすみれさんエンドでした。おっちゃんは逆玉です。逆玉しました。お、なんだなんだ。目覚めよ。何かを目覚めさせようとしてるんだね。誰だい。あらま、誰かが目覚めた。いや、裸だよ、裸だよ、裸だよ。恥ずかしいよ。いっぱいやらんか。第1話、花燃える帝都。昨日の嵐が嘘のようだな。どうやら桜も散らずに済んだみてえだ。いやいや、嵐だったのに桜散らなかったんだ。おかげで今日はうめえ酒が飲めそうだぜ。わあ、それはよかった。うん。はい、米田中将もお元気そうで何よりです。おお、元気だよ。それにしても相変わらず堅苦しいやつだな。あ、お互い1年ぶりなんだ。お、1年ぶりなんだ。会を祝してまずは乾杯で行こうぜ。うん、はい。ワンに比べて全体的に画面が明るくなってますね、なんかね。ほう、なるほど。南米を回っての演習公開だ。ご苦労なこと。わあ、南米行ってたんだね。久しぶりの海上訓練でだいぶ絞られました。そうかい、そうかい。ところで大神、久しぶりの帝都はどうだ。そうですね、以前にも増して活気あふれていて、そして平和に見えます。よかったよかった。平和なんてよ、言葉じゃ簡単だが、壊れやすい砂糖菓子みてえなものさ。ん、大神よ。はい、今日お前をここに呼んだのは他でもない。お、なんだ。戻ってこい。兵撃へ。おお。しかし自分は現在帝国海軍に所属していますか。
辞令ならここにある。海軍大臣と参謀本部の認め印付きでな。おお、もう手回ししてある。帝国海軍少尉小上一郎、貴殿に特殊任務として以下の部隊隊長への着任を命ずる。お、帝国歌劇団対高馬迎撃部隊花組。おお、また定撃で一っ働きしてもらうぜ、大神。あいよ、よろしくお願いします。隊長として初心に戻って頑張ります。相変わらず堅苦しいやつだな。ところで大神、隊長として再赴任する前に一つ聞いておきたいのだが。何ですか？お前、花組の中で特に思うところのあるやつはいるか？はい、います。そうか、ではお前が一番心に残っている隊員は誰だ？そりゃあもうすみれ君です。役玉出してもらったからね。そうか、すみれか、うん、確かおめえすみれのパーティーに清掃して行ったんだってな。そうそう、行った行った、最後行った。そうか、あれから1年も経ったんだな。うん、ミレ君元気にしてますか？おめえが戻ってくると聞いて喜んどったようだぞ。おお、今日は特別に迎えに来てやると言っとったしな。おお、それは嬉しい。それじゃあ。おお、そうこうするうちにそろそろ約束の時間だな。すみれくん、やったぜ。感激のご対面だな。すみれさんの後ろにはお金が見えるよ。久しぶりの再会だ。ゆっくり話してこい。はい。ダメだね、すみれさんの後ろには財産がちらつくね。すみれくん、久しぶりですわね、少尉。ただいま、スミレ君、元気そうだね。嫌ですわ、少尉。そんな当たり前のことをおっしゃっては。もっと他のご挨拶があるんじゃ。ていうか画面これ横に伸びてるね、これね。これね、ドリームキャストだから4対3だね、これね。ゲーム画面、今思い出した。よいしょ。ちょっとゲーム画面消えまーす。このサイズだね。ドリームキャストはこのサイズ。他の挨拶。また一段と綺麗になったね。も嬉しくありませんわよ。なんと厳しいね。素直な気持ちを言ったつもりなんだけど。相変わらず少尉は正直なお方ですわね。そういう少尉もしばらく見ない間に素敵におなりでしたよ。もうあざます。よしよし、感激の再会も一段落ついたようだな。うん、ちょっと
の支配人、せっかくいいムードでしたのに邪魔をしないでくださる。邪魔をしないでくださる、いい感じだったのに。いやいや、すまねえ、からかうつもりじゃなかったんだがよ。さて、せっかくの再会に水を差すようだが、うん、お前たちに言っておきたいことがある。なんですか。帝国歌劇団花組は帝都の平和を守り、魔物と戦う戦闘部隊。いいの、こんなとこで言っちゃって。お前たちには命をかけて戦ってもらわにゃなら、うん、再会して浮き立つ気持ちもわからんでもないが、恋人気分を引きずってもらっては困る。まあそりゃそうですよね。ただおっちゃんはいずれ逆玉が目的だからね。恋人気分ですって、私がいつ少尉と恋人気分になったのです。まあ話を聞いてくれ、スミレ。のいざちょいと真剣な話なんだ。真剣な話。平和を守る仕事は甘くはない、うん、いつ何が起こっても対応できる心構えが必要だ、うん、大切な仲間を失う悲劇を二度と繰り返さないためにもな。まあね、前のように仲良くやる分には全然構わねえ。要はけじめをつけろってことよ。けじめね、そう、仕事だからね。すみれ、おめえともちょいと会えなくなることだしな。え、どういうこと。いろいろと大変だろうが、こういう時こそ気持ちをしっかり持っていてくれ。会えないってどういうことですか。そいつは後でスミレに聞くんだな。それではスミレ、とりあえず大神を大帝国劇場に送ってくれ。ああ、スミレさん。ええ、承知いたしましたわ。ああ、会えなくなる？お金が？銀座のど真ん中にあるこの大帝国劇場が、うん、帝国歌劇団の本部だとは誰も思わないだろうな。多分バレてると思うけどね。だってでっかい船とか出てるもんね。地下に何かあるぞってのは住民もバレてるよね。俺はとうとう帰ってきたんだ、定劇に。少尉、なんだいすみれくん。少尉、なんだかだんだん腹が立ってきませんかと。なんで。どういうこと？さっきのその支配人の言葉のことですわよ。ああ、恋人気分は困るという話だね。舞台や戦いのことならともかく、なぜプライベートなことまで管理されるんですの？やっぱ恋人気分だったんだ。まあまあではありませんわ。このことについて少尉はどうお考えですの？まあ仕方ないよ。うん。本当にそう思われますの？ずいぶん諦めがよろしいんですよね。不満がないと言えば嘘になるけど。実は少尉、私ここでお別れしなければなりませんの。なんで？
どうして？せっかく再会できたっていうのに。実は祖父が倒れたとの知らせが入りまして。あららららら、ら祖父が倒れた。それは行かなきゃね。ご容体は？それは分かりませんの。実家に連絡しても帰ってこいの一点張りで。あらまあ、やばいパターンですね、それね。やばいパターンですね。商品。では私行ってまいりますけど。うん、いらっしゃい。花組の皆さんのこと、くれぐれもよろしくお願いいたしますわよ。トップスターの不在で、うん、皆さんさぞかしお困りになるでしょうから。相変わらず。あ、そうだね、こっちのことは任せてくれ。うん、行ってらっしゃい。では商品、ごきげんよう。ごきげんよう。うん、お金持ちだからね、すみれさんね。よし、劇場に入ろう。今日からここが俺の仕事場だ。さあ、久々の天気だ。みんな元気かな？大神さん。本物だ。本物の大神さんですよね。はい。変なこと言って。いやいや、大神さんが帰ってくる夢を何度も見てたから、夢かと思ったんです。さくらくん、これは夢じゃないよ。そうですね、大神さんとまた一緒にいられるんですよね。もうアピールがすごいね、これね。改めてよろしくお願いします、大神さん。でもおっちゃんにはすみれさんという人がいるからね。すみれさんの後ろにちらつく財産というものがあるから、うん、やっぱり貧乏なさくらくんはちょっとダメだね。うん、今日からこの定期で帝国歌劇団花組の隊長として働くんだってこと。これからも私たちのことよろしくお願いしますね。うん、仕事だからね。いっぱい頑張るよ。そういえば大神さん、ごめんなさい、お迎えに行けなくて。いや、すみれさん来てくれたからいいわ。今日は朝からずっと大神さんの、俺の、なんだい？なんでもないんです。それじゃあ、私はちょっと用がありますので、これで失礼します。思わせぶりな。お兄ちゃん。おう、この声は名前覚えてない子、超能力使う子。ウェイウェイ、お兄ちゃんだ、お兄ちゃんだ。おかえりなさい。アイリス、アイリス、そう、アイリス大山。止まってたんだよ。そうそう、アイリス大山ね。うん、元気そうで何より。だってアイリスすっごく嬉しいんだもん。うん、ジャンポールね、どうもありがとう。ねえお兄ちゃん、なんだい？お兄ちゃん、アイリス変わったでしょ。いや、綺麗になったね。本当？
のお兄ちゃん、他に何か気づかない？他に？11時だったんだよ。あ、11歳になった。前より大人っぽくなったと思わない？うん、そうだね、11歳だからね。あのね、今ここにいるのはアイリスとサクラだけなの。え、2人だけ？どういうこと？みんなどうしたの？うん、見た見た。カンナは沖縄に修行しに行っちゃったし。あ、沖縄行っちゃったんだ。マリアはお仕事でニューヨーク。ニューヨークに？ロシアじゃなくて。コーランもお仕事で花屋敷支部に行っちゃってるの。へえ。コーランね、メカニックさんね。でも大丈夫、みんな夏までには帰ってくるんだって。夏までには帰ってくる。それにお兄ちゃんもいるから、アイリス寂しいの我慢できるよ。ま、11歳だもんね。11歳、小学校5年生ぐらい。5年生でまだぬいぐるみ大丈夫？あ、そうだ、アイリスそろそろ準備しなくっちゃ。お、じゃあお兄ちゃん、アイリス先に行くね。はい、アイリス親も元気そうでしたね。よかったよかった。準備になるな。歓迎会とかしてくれるのかな。お、支配人が帰ってきた。あ、ここボイスないね。まあ前も復帰したばかりだしな、今後は気をつけてくれりゃいいさ。お前は本日一里丸々をもって花組の隊長に任命される。まず事務局で着任届を書いて、12時までに会の支配人に伝え、遅れずに顔を出せよ。はい、わかりました。打てば響くようないい返事だ。すぐに返事をするか、間を取って返事をするかで相手の反応も変わってくる。お前も花組隊長として話し方に注意するようにな。さて12時、え、返事をするときにすぐに回答するか間を取ってやるかで変わるんだ。へえ。少しぶらついてこい。12時までに支配人室、書類を書かなきゃいけないんだね。おお、なんかすごい画面がすごくなったね。まず事務局、さくらくん、さくらくんこそ大丈夫かい？お、大丈夫です。ありがとうございます。あまり時間がないので、すいついて、本当にごめんなさい。何をしているんだい？厨房で。うん、忙しいなら。行っちゃってください。さよなら。あ、大神さん。おお、お久しぶりです。受付の人、ジムの人。私のこと覚えてますよね。ジムの榊原ゆりです。どんな名前だっけ。お久しぶりです、大神さん。
私です。ジムの藤井かすみです。かすみさん、どうも。大神さん、いらっしゃい。あ、ごめんなさい、ついいつもの癖が出ちゃいました。売店の高村椿です。お、売店のブロマイドを買いに来てくださいね。はい、ブロマイド買ったことないな。それじゃあ大神さん、こちらの着任届にご記入お願いします。はいよ。はい、結構です。ありがとうございました。大神さん、面白い噂話があったら教えてくださいね。噂話ね。新しいブロマイドもたくさん入荷しましたから買いに来てください。あ、ブロマイドね。あの、また前回分かんなかったからブロマイド買うよ。よろしくお願いします。みんなよろしくね。よろしくお願いします。さあ次は大神さん。お、戻ってきてるって本当に嬉しい。現役に戻ってきて何が一番嬉しいですか。もちろん平和のために戦えることさ。お、僕の態度によって大神さんの言葉の伝わり方も違ってくるはずです。なるほどね。うん、自分らしく相手によっててください。だって硬派とナンパ、ナンパは嫌だな。ナンパするようなあれはちょっと嫌だな。売店に行こうか。いらっしゃいませ、大神さん。何をお求めですか。ブロマイドを買う。月に1枚しか買えない。あ、やっぱこれだな。ありがとう。1枚しか買えないんだね。残念だね。では厨房で何かやってるって言ったね。厨房の覗きに行こうか。誰もいないのにいい匂いがするな。お、誰かが料理してた。なるほど。あ、2階に行ってみよう。あ、部屋だね。お、遊戯室とか、遊戯室になってる。こう、あの、みんなの休憩スペースだった場所。遊戯室になってる。まず自分の部屋に戻りたいね。だからここで俺の新しい生活が始まるんだな。中に入ってみるか。中から鍵がかかってるぞ。バレ
当たりです。じゃあ人の部屋で何してんの。ちゃんとわかるさ。あ、掃除してくれてたんだね。布団干してたりとか。ありがとうございます、本当に。ちょっといい雰囲気になってんの。こっちにはすみれさんという金づるじゃない思い人がいるからね。あ、そろそろ地下へ寄ってみようか。お、どうもどうも。この先は立ち入り禁止。地下フロアは一部改修工事中なので降りられない。そしてこの奥は大神さんだけ立ち入り禁止。どういうことだい？ああ、今は言えない。すいません、ほんと。なんか、仲間外れにされたような感じで。早い夢だけど支配人室行こうか。失礼します。ちょっとしました。いや、かわいいな。ちゃんとみんなに挨拶してきたのか。ところで大神、お前には今日からこの定期で隊長として働いてもらう。あの海の娘たちは普段は異国歌劇団の一員としてこの劇場で暮らしている。しかし有事の際には帝国歌劇団の隊員として戦わなくてはならない。舞台では縁の下の力持ち、舞台では指揮官、隊長ってのは大変な仕事だ。あの海に戻れたからって浮かれていいんじゃねえぞ。気を引き締めてあげてよ。原作で頑張ったじゃん。よし、以上だ。おっと、その軍服じゃ目立ってしょうがねえな。ほら、自分の部屋でこれに着替えてこい。うお、前の服ね。どういった甲斐があったぜ。お、どうしたんだい。おう、話が終わるの待ってた。また昔みたいに二人で立ち聞きしてたんじゃないのかい。お部屋に戻るんでしたら送りましょうか。二人に送ってもらう。みんなで一緒に行こう。平和が一番。行きましょう。今日からここが俺の部屋か。さっき言ったね。今まで秘密にしてたんだけど、歓迎会を今から楽屋でやる。歓迎会。ここで楽屋に呼んでから歓迎会驚かすサプライズじゃなくて、わざわざ部屋に来て部屋で言っちゃう感じ。
急いで着替えるとするか。丁寧に脱ぐ。ズボンを履く。パンツのまんまだ。こら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 。ごめんなさい。外に出ましょう。惨めな姿を見せちゃったな。お待たせしました。服も着替えたし、いつでも行けるよ。行こう行こう。これあのうまい具合に楽屋に誘導して、楽屋で歓迎会ですってやる方がいいと思ったけど、中に入って入場です。ようこそ花組へ。お、乾杯。お帰りなさい。これからもよろしくお願いします。うん、一緒に頑張ろう。あて挨拶はそのくらいにして、まあ飲めよ。宝技強田博久さんやってもらうからよ。いや、パートやろうぜ、パートナー。お、大事なことを忘れていた。酔っ払う前にみんなに話しておかねえと。では今日、大神以外にも新メンバーが加わることになった。新メンバー？イタリアから来た17歳の女の子。楽しみ。仲良くしてあげないとね。あ、仙台から来たんだね、桜くんはね。ソレッタ、織姫だ。お、なんか思ってたのと違った。織姫さん。ソレッタの家はイタリアでは赤い貴族と呼ばれる名門だ。お、お金持ち。はい。スミレさんとどっちの方がお金持ち？この三人は霞、ユリ、椿、劇場の事務を取り仕切っておる。そして、さくらと
アイリス。花組の隊員だ。新宮寺さくらです。よろしくお願いします。やっはー！アイリスでーす！こっちはクマのジャンパール。仲良くしてね。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこいつが大神一郎、帝国歌劇団花組の隊長だ。真面目な挨拶をする。織姫くん、少尉さん、私はっきり言って日本の男を好きかありません。好きかありません。日本の男、軟弱で意志が弱くて小ずるいです。小ずるいです。隊長だかなんだか知らないけど、私の足を引っ張らないでくださいね。いや、ムカつく、ムカつく女だ。まあまあ、挨拶はそのくらいにして、織姫も大神も座れ。なんだこいつは、最初から仲良くなる気ゼロじゃないか。何これ、床が草でできてます。織姫さん、イタリア生まれだからわからないんですね。これは畳って言うんです。日本の文化です。日本人は草の上で生活するんですね。変ですね。変ですね。劇場もボロっちいし、もういろいろ最低って感じ。ああ、ローマの優雅で格調高い劇場が懐かしいです。ローマなんて石ばっかりでゴツゴツしてるじゃん。織姫ってローマの劇場に出てたの？ローマだけじゃなくて、ヨーロッパ中の超有名な劇場をいつもいつも超満員にしてたのです。うん、わあ、すごいですね。まあ、日本に来たばかりで最初はわからないことがたくさんあると思うけど、君になって相談に乗るから何でも聞いてくれよ。どういうこと？これ以上付き合ってられません。織姫さん、どうしたんですか？別に、ここにいても退屈だから帰るだけです。とんでもない奴がやってきたな。止まってくれよ。俺は何かまずいこと言ったのなら謝るよ。なんてこったい。お先に失礼します。ええ、私たちのことは気にしないで、今は織姫さんを。ありがとう。それじゃ行ってくるよ。引っ叩いてやる。止まってくれ。ほら、少尉さん、わざわざ追いかけてきたんですか？当たり前だろ。今日から君も同じ花組の仲間なんだ。君がなんで機嫌を損ねたのか俺にはわからないけど、いきなり怒っていなくなったりしたらみんな心配してしまうよ。少尉さん、間違わないでほしいんですけど、私は花組の仲間なんかになったつもりはありません。何？
それどころか、皆さんは私の引き立て役にすらなりません。なんだってそして少尉さん、あなたみたいな日本人の男も私のそばをうろつかれるとスキンスキンになります。あなた梅雨の日本と同じ、追いかけて来ないでください。なんてこった。もう完全に仲良くなる気ゼロ。ですね。ダウンローディング、それにしても今日はいろいろなことがあったな。この機械から音がしてる。聞こえてますよ、コランさん。ほんまもんの大神はんや。えらい久しぶりやな、大神はん。すごい、テレビ電話だよ。元気そうで安心したよ。この機械は？へえ、びっくりしたやろ。これがうちの発明したキネマトロンや。キネマトロン？ほら、使い方教えようか。まず真ん中のダイヤルで話したい相手の通信番号を回すんや。うん。おいで、右上の通信中ボタンを押したらええねん。なるほどね。終わらせるときはこの電源ボタンを押したら通信終了や。うん。これは短縮ダイヤルや。番号が分かってる相手にはこのボタン一発で通じるで。お、なるほどなるほど。相手がおらへんかったら返事がないこともあるけどな。でや、簡単やろ。うん、簡単。よっしゃ、ほんなら習うより慣れろや。早速練習してみよう。はい、うちのいる花屋敷支部に大神班の方から通信してくれへん。はい、番号は花屋敷支部の通信番号は13700や。13700。ほら、うち待ってるさかい。頼んだで、大神はん。はい。まずダイヤルを回して。3、はい、ちっちゃい、1、3、7、〇〇。できたできた、一人でできたよ。ほな、大きい画面でゆっくり話しましょうか。大神はん、聞こえてます？
はいはい。よっしゃ、こっちも関東旅行や。うん。こうして相手の顔を見ながら通信できるなんて。任しとき。このくらいうちの手にかかればちょちょいのちょいや。時代を先取りしすぎてるよ。ありがとう、ゴラン。こんなにすごいものを用意してくれて。なんや、大げさやな。大神藩のためならこのくらいなんでもないで。おい、隊長、聞こえるか？こちら霧島カンナだ。どうも、クリリン。クリリンじゃないか。もう出発？ああ、沖縄にね。キネマトロ持ってるのか。ああ、沖縄に出かける前にコーランからもらったんだ。お邪魔します。どや、このキネマトロは。すごいね、画面も複数出たり。もう先取りすぎじゃん、時間を、時代を。カンナ班以外にも出かけてるみんなにはこれを渡しといたさかい。ということは、少尉、この私をお忘れですこと？いやー、忘れてない忘れてない。スミレさん、少尉、先ほどはお見送りありがとうございました。久々の定撃はいかがですか、少尉？もう最悪最悪。まあ、私のいない定撃では帰ってきた喜びも半減でしょうけど。全くですよ、本当。お、いい加減にしなさい。いい加減にしなさい。こちらマリア橘。マリアさん。聞こえますか？聞こえますよ。もうとんでもないやつが来て大変なんですよ、こっちは。お久しぶりです。どうもどうも。お元気そうで安心しました。よかったよかった。元気そうでよかったよ。私はニューヨークに向かう船の中から通信しています。うん。でも不思議ですね。海の上にいるのにこうして隊長の顔を見ながらお話しできるなんて。不思議ですね。オーバーテクノロジーなんですよ、このキネマトロンは。確かに。チェ、スミレハン、相変わらず一言多いな。それじゃあ隊長、あたい修行でしばらく帰れねえけど、うん、また通信するから、そん時はよろしく。うん、通信待ってるぜ。うん、亀仙人のところで頑張ってね。リリン。隊長。じゃ、また会おうな。少尉、聞いてくださる？うん、何でも聞く。祖父の忠義が倒れたと聞いて、実家に戻りましたのに。うん。祖父はピンピンしてましたの。ピンピンしてた？なんと、私を実家に戻すための口実でしたのよ。なんてこった。
抜け出す。ごめん、遊ばせ。監禁でもされてるの？隊長、隊長も戻られたばかりで大変でしょうけど、花組のみんなのことよろしくお願いしますね。いいよ。ありがとうございます、隊長。では私もこれで失礼します。いいよ。うん、みんなじゃあね。このオーバーテクノロジーのキネマトロン、これは質屋に売りに出せば人財産に。あ、このルビーはキネいかないね。便利な機械だ。爆発の危険はなさそう。ノーン、ミネ君。大事なことを忘れておりましたの。少尉に私の通信番号をお教えして差し上げますわ。どう、やった。私の番号は138000です。138000、メモりました。短縮ダイヤルに登録しておくよ。お、この時間に誰だろう。お、どうしたんだよ、さくらくん。夜の見張りの仕事をお願いしたいんです。ガマ10時まで。夜の見回りね。よし、行こう。仲良くなれる気がしないけどね。ちょっといいかな。こんな時間に何の用ですか。お話ししたいことがあるんですけど。何の話か知りませんけど、私寝たいんですから手短にお願いしますね。担当直入に誘う。いい気分転換になるよ。9時までだよ。特別ですからね、特別。よし。夜の見回りに出かけよう。まずは。まずは遠くから行きたいね。ここからホールに降りれるから、まず初歩から見て回ろうか。
日本に数冊しかない本もある。もう新しくできたところ。サロン。2階客席は見といた方がいい。うん、次の部屋に行ってみよう。時間がないよ。中庭、楽屋、舞台、舞台袖。アイリス、こんなところで、こんなところにどうしたんだよ、こんな時間に。ゆっくり休みなさい。見つけられなかった。あ、影が映ってたのか。難しいね。だいぶ道草を起きてしまったな。見回りに戻ろうか。あ、見回りここまでなんだね。ありがとうございました。じゃあここで解散。二人ともお部屋まで送るよ。
日本の男に何かされたのか、ひどいことでもされたのか、もしかして。おやすみ。うん、部屋に戻ろう。頑張らないとね。伝票整理。待ってよ。なんだろう、クイズ的な要素がすごい多いですね。なんかね、通話。よく文字見てないと。勉強整理で一日が終わってしまった。舞台に行く、稽古に誘うって言ってたからね。うん、どうした、舞台の稽古をした。喧嘩しちゃった。喧嘩をやめさせて。よし、分かった、すぐ行こう。織姫くん。あら、少尉さん、盗み聞きしてたんですね。いい趣味してるって感じ。引っ叩いてやりて。やっぱり日本の男って最低ですね。おせっかいで小心者、おまけに覗きの趣味まであるんだから。
ラさんも全然センスなっしん。もう最低。あたし、イタリアに帰らせてもらいます。そこどいてください。いや、どかないぞ。聞こえなかったですか？そこをどいてください。ここで君を行かせるわけにはいかないんだ。水かけられた。お兄ちゃん。宝神さん。水虫たたるいい男って感じです。体調だかなんだか知りませんけど。余計なおせっかいはやめてください。織姫君にとっては余計なおせっかいかもしれない。でも俺は織姫君にこの花組に溶け込んでもらいたいんだ。織姫君、この帝国劇場の舞台に立ってくれないか。そして俺たちと一緒に戦ってくれないか。同じ花組の仲間として。お兄ちゃん、織姫君、改めてお願いするよ。俺たちと一緒に戦ってくれ。同じ花組の仲間として。面白いです。一度くらいは日本で暴れてみたかったです。私の実力、あなたたちに見せてあげます。世界のレベルを。世界のレベルを。おお、ありがとう、織姫君。言っておきます。戦場に出るのはこれ一度だけです。おお、じゃあ織姫さん、作戦司令室に急ぎましょう。作戦司令室。よし、久しぶりだね。帝国歌劇団花組全員集合しました。お、ちゃんと出てきたようだな。地下にこんな部屋があったんですね。ここは帝国歌劇団の 中枢部、作戦司令室だ。帝国歌劇団は世を忍ぶ鍵の姿。いよいよ帝国歌劇団としての任務を果たす時が来たのだ。戻ってきたばかりの大神も今回が初陣ということになるな。お、頑張りましょう。みんなありがとう、よろしく頼むよ。それでいいところで、どうか今のうちに聞きたいことはないか。気について。まず正体が分かっていない。の帝国歌劇団、星組の戦闘服。
なるほどね。おお、ナメイの体には限界がある。ここで言えば機械の。量子甲冑。量子甲冑って呼ぶんだね。おお、これが新しいガンダム。おお、後部回。なるほどなるほど。しっかり頼むぞ。織姫さんが一人で出撃すると言っていなくなってしまいました。これは先に出動させてもらいます。敵なんかこの星組専用機アイゼンクライトがあれば私一人で十分です。待つんだ。私の実力をみんなに見せつけてやるいい機会って感じ。パレット織姫行きます。皆さんも先に。派手だな、ギミックが。一人で刺激するなんて無謀すぎる。タイヤ守りかばいその心を開いてやるのも花組の隊長の役目だ。さあ、池上、この銀座、そして織姫をお前に任せたぞ。ちょっと嫌なんですけど、おっちゃん、ああいうタイプ。刺激せよ。その平和を俺たち花組が守ってみせる。前作よりかなりパワーアップしてますね。ゲームを再開。いよいよ戦闘パートですね。おお、街を壊してる。おお、みんな逃げてる、みんな逃げてる。
程度なら楽勝です。楽勝です。こんな的に大騒ぎするなんて花組の皆さんも大したことないです。無事か、ひみくん。大丈夫です。もうお茶の子さいさいって感じ。私は好きにやりますから、自分の心配をしてください。なんてこった。堀姫、一人じゃ危ないよ。堀姫さん、敵と戦うにはみんなで力を合わせないと大変なことになりますよ。心配いりません。私とあなたたちではレベルが違うのです。レベルが違うのです。そこで私の活躍を見ててください。織姫くん。大神、何油を売ってやがって。敵はすぐそこだぞ。敵、劇場に接近。これ以上は危険です。よし、堤防を展開しろ。堤防了解。帝撃防御壁を展開します。お、防御壁だ。大神、これで劇場は心配ない。お前たちは戦いに専念するんだ。ちょっとこんなのつけたら、この劇場に何かあるって周りの市民にバレちゃうよ。戦闘開始だ。ああ、よく覚えてるよ。移動。まずこいつら片付けないとね。やりましたね。ここは簡単に落ちねえぜ。ルシ、ん？シルスース、歯がね。頑張ります。よいしょ。上空オフ。防御。これは何マス攻撃なんだ。
射撃だね。射撃キャラか。アイリス大山が狙われてるぞ。アイリス大山助けに行かないと。やりましたね。お、今なんか二人での攻撃が出たぞ。アイリスが狙われてる。どうや、楽勝。こんな感じかな。
再びこの帝都に現れるとは。ナウローディング、終わったな。はい、久しぶりの戦闘で緊張してしまいました。早く戻ってシャワーでも浴びたいです。誰だ この異常な妖力は。あれ、何、何者だ。久しぶりだな、帝国歌劇団。貴様は、お前はまさか青いサタン。サタンが、青いサタン、誰ですかそれ。1年前、魔の力を利用してこの帝都を滅ぼそうとした恐ろしい男です。でもサタンは滅んだはずなのに、なぜ、なぜ。青いサタン、それは偽りの名、偽りの姓、偽りの姓。暗言の術によって我は再び蘇った。蘇った、暗言の術。誰もがお前を蘇らせたんだ。一体何のために。お前たちがそれを知る必要はない。もう、あの恐るべき敵がまた俺たちの前にやられるとは。もう何やってんですか。昔の敵だかなんだか知りませんけど、あの人が敵のリーダーなら私がさっさとやっつけちゃいます。貴様らごときが勝てるものか。この帝都の怨念の加護を得たこの私に。うん、消えろ消えろ。織姫さん、織姫。お前は目障りだ、消えろ小娘。やっぱそう思う。消しちゃって、消しちゃって、合法的に消しちゃって。織姫くん、邪魔立てするか大神一郎。邪魔にやらせるわけにいかない。織姫くんは俺の大事な仲間なんだ。大丈夫か織姫君。なぜかばってくれたのですか。
当たり前だろ、君は花組の隊員で、そして俺たちの仲間だ。仲間？レミ君、君は俺のことをどう思ってるかは知っているつもりだ。だがこれだけ覚えておいてくれ。俺は花組の隊長だ。花組の隊員は必ず守ってみせる。信頼し合い、助け合い、共に戦う、それが仲間じゃないか。白石さん、ああ、本当におせっかいが好きな人たち。でもこのムカつく敵を倒さないと気分悪いです。同じく。皆さん頑張って私に協力してください。はいよ。はい、アイリスも頑張るよ。アイリス頑張って、勝負はこれからだ。お酒。我が愛と五島無形が貴様ら全員骨まで消し去ってくれるわ。もう頑張ろうね、お兄ちゃん。行くぜ。必殺技が派手になったね、みんなね。覇者牽制、王家無常。消えろ。おお、やめて。腕を上げたな。
前は一体何のために戦っているんだ。この帝都は呪われている。愚かな人間どものせいで。呪われし帝都を救うためにはこのまやかしの平和を滅ぼすしかないのだ。どういうこと？刀無形を持って知るがいい。まだまだだまだだ。消えろ。防御してるからね、辛いぞ。辛いぞ。調理さん、大きな。行け。バカな。呪われし帝都の力を得たこの私が、なぜ。戦いなのに、さすがは大神さんですね。ありがとう。でもこの勝利はみんなで勝ち取ったものだよ。織姫君、これが帝国歌劇団花組の戦い方だ。みんなで力を合わせ信じ合う心こそが花組の強さなんだ。改めてお願いするよ。俺たち帝国歌劇団花組の仲間になってほしい。ちょっと考えてあげなくもないですけど。ありがとう、織姫君。それじゃあ久しぶりにいつものあれ行きましょうか。いつものあれ。戦いが終わった後はみんなで勝利のポーズを決めるんですよ。本気ですか？本気ですか？そんなバカなことやってられません。いいからいいから。それじゃあ行くよ。勝利のポーズ決め。勝利のポーズ決め。
それでは大神さん、そろそろ大帝国劇場に帰還しましょう。うん、帰還しましょう。待て待て、生きとったんかい。嘘、どうした？邪悪なものを憎めば、その憎しみの方が大きければ大きいだけ、己自身の邪悪さが目覚めるのだ。うん、山崎、山崎、山崎、ザキヤマ、人は守るに値しない。じゃあ何を守るの？この帝都の嘆きを。人を守るのに値しないなら何を守るの？古より蓄積した怨念を。怨念を。乗った。帝都は呪われている。呪われているのだ。めっちゃ笑ってるよ。帝都が呪われているのが積もったんだろうね。おお、マジか。様、お兄ちゃん、アイリス、怖い。アイリス、大山、怖いか。あのカルニバルの仮面の男、すごい。さっきあの男、死と破壊の匂いがする。死と破壊の匂い、どんな匂いなんだろう。あの男が新たな敵なんでしょうか。でしょうね。わからないことをくよくよ考えても仕方ないと思います。うん、確かに。時は素直に喜ぶのです。うん、そうですね。さあ帰りましょう。うん、帰りましょう。私たちの帝劇へ。帰りましょう、帰りましょう。
飲め大神飲め飲めなんて悲しい酒だきょうは大いに飲みましょう。そういえば織姫、戦いが終わったら出ていくと言ってなかったか？そのつもりでしたですけど、私の力なしでは皆さんも大変みたいだし、うん、でももう少しここにいてあげてもいいかななんて。ありがとう織姫くん。よかったですね大神さん、織姫さんが花組に残ってくれて。それじゃあ今日は歓迎会のやり直しですね。うん、改めてよろしく頼むよ。言っておきますけど、日本の男が大嫌いなのは変わってませんからね。日本の男に何かされたんだろうね、多分ね。アイリス大山ありがとう。うん、何者なんでしょうか。わからねえが、ただ一つはっきりしていることは、うん、相手がどんな野郎でも俺たちはこの帝都の平和と人々の暮らしを守らにゃならんちゅうことだ。うん、これははっきりしてるね。よし、じゃんじゃん飲め。今日はパーッと行くぜ。パーッと行くぜ。パーッと。帝国歌劇団花組の新しい門出ですね。そして大神の雑用係への復帰祝いだ。雑用係。じゃんじゃん働けよ。お、次回予告。今度帝劇に新しい人が来るんだって。アイリス、すっごく楽しみ。次回、桜大戦2、アイリスの手紙。大正桜にロマンがあらし。アイリス、本当はね、新しい人が来る。次回は新しい人が来るそうです。はい、というわけで、第1話終わったので、この辺で終わりにしたいと思います。次回はね、アイリスが何やらメインのお話になるのかなということなので、あと新しい人が来るっていうことだからね、新メンバーかなんか来るのかな、後藤真希かな、わかんないけど新メンバーが来るらしいんで楽しみにしたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。ではでは。